在日ポーランド人は、日本に一定期間在住する、ポーランド人内しポーランド国籍の人々である。また、日本に、帰化や亡命した人、及びその子孫のことを、ポーランド系日本人と呼ぶ。2015年末現在、日本に90日を超えて滞在し、外国人登録を行っている、ポーランド国籍者は1653人。 在留資格別に見ると、技能の435人が最も多く、ついで永住者が379人、留学195人、日本人の配偶者等が178人となっている。都道府県別では、歴史的な背景から長崎県に最も多く451人となっている。日本におけるポーランド人の歴史は古く、1861年に長崎に、 ポーランド系ユダヤ人が移住している。実質的に、ロシア帝国に支配されていたポーランド立憲王国時代、多数のポーランド人が、ポーランド独立主義者の流刑の地として、極東ロシアへ送り込まれた。特にカラフトに移住する者も,も多く、ポーツマス条約により、ロシア帝国から大日本帝国に編入された、南カラフトには、 祖国に引き上げないでそのまま残留し続けたスラブ系住民が存在し、その中にポーランド人も多数いたことが知られている。日本領となった後、彼らにはポーランド国籍が与えられ、在日ポーランド人として日本人と共存していた。また、ロシア革命が勃発した前後、極東シベリアから日本に亡命してきた白系ロシア人の中には、 日本での生活上の利点から、ロシア人としてロシア語を使用していたものの、実際には、ポーランド人も多数含まれていた。特にユダヤ系ポーランド人も多く含まれていた。ポーランド独立時の戦争により多くの人が犠牲となり、また上などで死ぬ人も多く、結果的にシベリアに多数のポーランド孤児が発生した。せめて、子供たちだけでも、 祖国へ送り返すことができないものかとの思いから、1919年9月、ウラジオストク在住のポーランド人によって、ポーランド救済委員会が組織された。しかし、1919年に、ポーランドソビエト戦争が始まったことで、シベリア鉄道で祖国へ送り返すことが不可能となった。この時期、ポーランド在住のユダヤ系住民が捕虜として大量に、 シベリアに搬送された。ポーランド救済委員会が、欧米、中南米や中東など世界各国援助を求めた。日本政府は受け入れを打診し、日本政府のポーランド孤児の受け入れが決定した。1920年から1922年にかけて、数回にまたがり合計765名のシベリアのポーランド孤児を受け入れた。さらに、 孤児たちの世話役として65名のポーランド人の大人も受け入れ、東京や大阪など日本各地で熱い保護のもと1年ほど生活した。その後、孤児たちは無事にポーランドへ帰還。この中には多くのユダヤ系ポーランド人が含まれていた。1941年には杉原中根によるビザ発給などにより、 ポーランド出身のユダヤ人難民が神戸に移住し、その後太平洋戦争による影響のため上海へと移住した。ありがとうございます。